輸送。はい、輸送です。輸送をやります。怖いです。いや、パーティーゲームなの。絶対違う。絶対にパーティーじゃない。もう見た目が怖いもん。 PP、はい、今日のホラーゲームはね、うん、今までで一番怖いかもしれない。やだやだ、マジでやだ。なんか雰囲気が今まででダントツよね。違う、今までで違う。なんかちょっと本格的って言葉が合ってるのか分かんないけど、なんか、うん、怖そうだもん。そうよね、うん、なんかこれもともとスマホゲームだったっぽいんだけど、そうなんだ、パソコンで出て、うん、なんかスマホゲーム自体は、うん、ダントツの怖さって言われてたらしいよ。へ、それはもう PP に見てもらう、やらせるしかないと思って。まあ一応脱出ゲーム的な要素になってんのかな。あ、そうなんだ。はい、じゃあいきますね。早いな。もうニューゲームで早い始めます。早い、プレイデータ、まあこれやってないんで、はい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 、いきます。うわー、やだ、このゲームには。あ、いい、でもそういうの欲しい、そういうのが欲しい。恐怖演出やグロテスクな表現が含まれています。このゲームは、うん、音を出してのプレイを強く推奨しています。そんなしっかり手を打つとこじゃないって。ヘッドホンを装着してお楽しみくださいね。一応つけてます、ヘッドホン。俺もヘッドホンを装着してヘッドホンつけてます。共演室やグロテスクな表現だって。やだわー、やだわー。始まった。いつもの通りにある古びた一軒家の前で立ち止まる。はい、10年前までは子供連れの家族が住んでいたが、その家族が出て行ってから一度も人は住んでいない。気のせいか家の中に人影みたいな気がした。妙に気になる。引き寄せられるようにもう通り抜け軒先へ歩み進めた。うわー、まあ脱出ゲームって言ってるけど自分から入ってんだな、こいつは。確かに本当じゃん。軒先、うわー、店、うわ、時間がちゃんと出てる。これがあれか、さっき言ってた家。これ家だね。やだー。で、基本的にクリックゲームなのかな。あれだ、なんかいっぱい絡まってるもん、なんか新聞。うわー、いや、嘘だろ。いやいや、もうそれは演技じゃん。いやいや、じゃ、なんか画面に変化があるとやっぱビビっちゃう。ビビ、あ、なに今のは、萎えるって。いやいや、演技じゃないって。萎えるわ。演技じゃないって。萎えたもん今。え、ちなみにさ、きょうくんさ、今クリックしてんのね。あ、え、してるだろ、絶対今の。してるって。見えてる画面違う。いやいや、一緒、絶対一緒。あー、あ、ピロン、ピロン。あ、壊しちゃった。え、壊しちゃった。早っ。呼び鈴を故障させるっていう実績解除した。ちょっと、ちなみにさ、はい、どーこいんだ。ちなみにさ、どういうことができんの？どういうことができる？クリックしかできない。あ、なんか横に歩いたりするって感じじゃないんだ。おーおー、そういうことね。はいはいはい、はい。あ、上下はいけるっぽいな。やだな、その上下上見た瞬間みたいな。あ、すごい、これ何？いや、もうこれさ、戻ればよくね、もう。だいぶが、いやでも気になっちゃってんのよ。人がいたような気がしたから。僕はマジで気になんない、本当に。で、だってさ、人がいたらさ、別に、あ、人いるんだな、で終わんない。あ、これコイン買えばいいんだ。買うな、ヒントもらおうとすんな。多分ヒントでしょ、それ。ヒントだね。怪しいポストとか書いてあったぞ、今。電気はまだ通っているようだ、はい、はい、ああ、ああ、鍵がかかってる、はいはい、鍵がかかってんだ。あ、音ビビるね、これ。ああ、落ちた。あ、わあ、起きた。なに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 な
平野って書いてない？あ、平野多葉さん。1の7の4。1981年4月11日。だいぶ昔だ。 5.7 か。相当前から。あ、めちゃくちゃ前から空き家だね。本当だね。これだいぶ昔じゃん。誰から来てるこれ。 5.7% 失業者。確かにねえ、なんちゃら。あ、なんだ。どっから何の音だ。え、今の何。え、何？チリリン、お前うるさいなうるさいな、この音に合わせて。怖いって怖いって。そ、あ、え、それ絶対なんかあるって。それだって、それ絶対なんかあるって。調べれないんだよな。でもないんだ、調べれないんだ。あ、めっちゃ空き家情報が空き家情報めちゃくちゃ連打してるんだけど。本当だ。うわ、これえ、お、これさ、あ、なんか見てない、このこういう。え、ほんと。ほら、これさ、ちょっと今気づいたこと言っていい？いいよ。考察していい？うん。最初さ、時刻出たじゃん。はいはい。これはさ、1988年4月11日
に PC の時間設定したらどうなるんだろう。ああ確かにね。ね。しょうもね。何言ったお前。で見てここ人いるって。え嘘嘘どこどこ。ほらいなくなった。え嘘いた。見てた見てた。怖っ。お前俺の声だけ聞いてんじゃねえの。違う画面見てる画面見てる。本当に。すごい遠くから見てる。あ。鍵がかかってて。あなんだ。あ。うわ。あ、人来るって、人来るって。面白い視点だなぁ。バーンみたいな、バーンみたいな。いや、そっから覗かんだろ、普通。そっから覗かんだ。いいーすごい。バーン、いいー、いいー。電気がある。いいー、いいー、いいー。あっちからこっち覗いてくるみたいなさ。ね、閉じましょう。閉じる？もう閉じましょう。もう入れないんだよなぁ。もう閉じましょう。もう閉じましょう。いやいや、コビーみたいに言うな。もう閉じましょうよ。もう閉じましょうよ。すぐ壊す。コビどこ来たんだよ。もう閉じましょうよ。あ、こっちもなんかあるぞ。ペットの墓のような。ペットの墓、うわ鍵がねえんだよな。そうね。ポスターここら辺にあんの。クリアか。うわー、でそれポストじゃないの。だってポストじゃないの。確かにこれポストだよ。あーなんか通ってった。通った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 。怪しいか、そもそもそんなに。あ、なんか戻れない。あーあーそれこれ無理だ。キョ君、あーキョ君それこれ無理かもしんない。やべえ、これマジで怖い。これマジで怖いわ。ビービー、はい、諦めろ。諦めてる。待て待て、知ってる。結局ね、うん、返せいいぞ、もっとやれ。カラスいいぞ。カラスダメだ。ちょっと待って、やめよう。ちょっとウィンウィンって。わぁカラス、カラス鍵持ってる。鍵がカラスで、鍵カラス、鍵カラスってなんで。でも今人いたから入んない方がいいんじゃない。これアイテムだよな多分。うん、いやいや人がいるから何してんすかって。いや聞かないだろ普通に。普段してんのかそういう。ああ、おいちょっと開けろ。さっきだって邪魔すんで。いやもうさっきのマジで怖いわほんと。ああ、玄関、うわ怖くら、うわお邪魔しま。いやそんなノリ。ああ、ちょっとマジで怖い。ほんちょっと本当にヘッドホンを1センチ浮かしてる今。あ、暗くて何も見えない。うん、わかる。ああ、おうつくんかい。なんで、ダーン！いや、濃いゲットしなきゃだろ。マジで怖い。これ本当に怖い。あー、でも写真あるよ、左に。家にあった金盗んだだけだろ。確かに、確かに。コインと称して。わー、なんか、あ、バツついてる。ほんとだ。いや、怖い。あー。なんでバツついてんだろう。ね、よくない。この子になんかあったってこと？女の子の顔にバツ印がついている。告白失敗したってことなのかな？何に失敗？告白。告白、違うって、それ、どういうこと。そんなことすんの。小さいおじいさんだ。小さいおじいさん、ほんとだほんとだ。小さいスモール、ほんとだ。グランドファザー、ファザー、そう、おじいちゃんか。あ、そうだね。君の悪いおばあさんだ。あー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 、威厳を感じる父親だ。あーまあ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 大事よね。まあ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 、優しそうな母親だ。あ、なんか声聞こえるな、確かに。ね、聞こえる聞こえる。あ、マジで怖い、これ。中野さん、そんな家族の、家族のカレンダーとかいいね。へぇー。これほっこりするね。いや、今できない、ほっこり。全然できない、ほっこり。ほっこりした、これ今。ほっこりできないし。なんか、赤ちゃんと犬の絡みみたいなの見てる気分、今、ここ。いや、全然ほっこりしないし、なんで電気ついたのか祖父の肖像画だろうが。あ、祖父の肖像画の位置、低くない？こういうのって大体上目にない？でも、こうそれさ、僕の身長高くない？僕らの。めちゃくちゃでかいね。めちゃくちゃ高いよね。2メーター4ぐらいありそう。2メーター4ぐらいある。湖の風景画だ。うーん。あー、どこで買ったんだろう。あの赤いのなんだろう。ほんとだ。あー、あー、懐中電灯か。あー、でもこれはね、味方のアイテムだから。電池切れかい。電池切れ。あー、コインだ。あー。あ、右にほら出た。何？ってこと？ほんとだ！ほんとだ！怖っ。え、ちょっとこれ本当に怖くない？ちょっと本当に、なんで叩くの？消した、消したん。いや、消す、あー、ありがとう。じゃあ、あと何すんだ？ちょっとこれ、おー、あ、靴、赤い靴。やだ、本当に怖い。これ、これマジで怖くない？ビビ。何？レッドシューズ。英語にしなくていいって。英語にしなくていい、本当に。しなくていいから。ボロボロの赤いハイヒールだ。あー、なんか歌にありそう。確かにね、うん、ボロボロの赤いスイートピーみたいな。赤いボロボロの赤いスイートピーって言ったらやだな。ちょっとやだな。病院の電話番号は書かれている。昔の電話だ。暗くて何も見えない。電池がないからね、うん、そうだね。電池を見つけるっていうあれじゃない。じゃあ空の消火器が並んでいる。あ、なにこれ。豚だ。なんかここの家に合ってない絵。合ってない。豚に羽が生えてる。これ何に使うんだろうね。
おう、豚に羽が生えてる。豚に羽が生えてる。でもなんもないわけなくない？飛べねえ豚じゃねえな。飛べてる豚。飛べてる豚はただの豚だな。ただの豚じゃない。さっきのさ、コインの画面あったじゃん。うん。そこに家族の写真ってあったじゃん。うんうん。ってことは家族の写真なんかありそうな気しない？ないしょ。ないかな。うわっ、ドックンドックンで済んだよ。わかった、わかった、わかった、それ、わかったわ。あーおはははじゃない。やめて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 、連打やめて。これ俺が割ったのかな。高速でさ、ついて割ったってことだよね、これ手で。いやいや、これね、違うと思う。最初高橋名人だと思ってんだけど俺。違う、2メーターの高橋名人。高橋名人、違う。あ、まあいいや、高橋名人です。で、あ、それでと、うわー、え、怖っ。電話かかってきた。いや、拒否れないって。やだ。やべ、高橋名人だから。高橋名人だからすぐ割っちゃう。やめて。あ、でも、あの、いや、出ますよ。え、もうちょっと拒否をしてみようよ。ダメか。まあ、割れないね、これ以上は。割れないか。出ます。はい、もひもひ。あ、やめて。もひもひ、ごめん。もひもーい、怖い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 、切りましょうよ。もひもーい、いや、もひもーいじゃないって。もひもーいじゃない、切られた。ああ、なに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 、なー、無理だこれ、やばい。もうさ、わかるじゃん何が起きた後にどういうのが来るかっていうのが。お前何 200m 全力疾走した後みたいになってるの何息切らしてんだよ。怖っ。怖かった。今のは何の映像？今のはスマホに電話かかってきたっていうことは、うん、なんか多分でもね、ビビね、悪い方に捉えてんね、間違いなく。ほう。今出てきた例を、うん、なんか悪い例、悪霊だと思っちゃってるわけじゃん、うん、何か助けを求めてる可能性もあるわけで、うん、なんでそういう見方をするのか俺わからないね。いや、でもなんかもっとさ、相手の気持ちを考えてさ、うん、相手が襲ってきてからだったらわかるんだけど、はい、なんで何も襲ってきてない状態で悪いやつみたいな、怖いやつみたいな感じに言ってんのかがわかんないな。ちょっとこれに対して反論うるせえうるせえうるせえぞ次は僕が悪いみたいな、闇を呼び寄せるんだから暗くするんだ。カオスになって、ここでヒントを受ける。やだやだ、怖い怖い、わーやだ。あーはん、合成分解、あ、分解できないもんな。え、なになになんか言った、今なんか言った。え、怖っ。え、キョウくん、キョウくん、キョウくん、なに、あ、いた。なんかでも今なんか違う声聞こえなかった？まあ、さっきからなんか吐息みたいなの聞こえてるけど、ね、聞こえるよね。でもこれやっぱ違うっぽいかな。あ、合ってる。うわあ、やめて。あ、登る。二回行くんだ。二回行くんだ。いや、行かなくていいよ、もう。帰りましょう。落ちてきた。ね、これ。ぬいぐるみ？やだ、マジで怖え。猫のぬいぐるみ。猫のぬいぐるみ、かっこ頭。ず頭な。それ単体でずって読むってあんまいねえよ。ず。怖あ。猫のぬいぐるみ。ほんとに怖い。猫って言ったら何思い浮かべる？猫、あ、じゃあヒント出すわ。キヨと猫っつったら何も浮かべる。もう繋がってんじゃん、もう。もはや。あ、じゃあもうちょっとひねった。なんか歌とか出てくる？いや、でももういっそのこと流れてほしい、もう。いっそのこと。2階に誰かいる？あ、いえ。いない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 。ねえ！あ、家来い、家来い。2階に誰かいる？家来い、家来い。でも、いるっぽいな。ま、ちょ、ま、ちょ、あ、いけた。え、待って、怖い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 、キッズルーム。怖い、英語に、英語だ。合成。合成やんな、こんな合成よ。絶対違うだろ。猫のぬいぐるみの頭と体を多分くっつけんだよ、絶対。分解。その合体いらんと。分解。分解いい。使う。怖い。待って、これ本当に、本当にダメかもしんない。ダメかもしれない。本当にダメかもしれない。でもね、限界よ。うん、その先を。行かなくて、行かなくて。ああ怖い。あ、その絵が怖いもん。確かにね。だから本当に、本当に、あかーん、ちょっと怖い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 。アンパンマンだー。アンパンマンじゃないって。アンパンマンじゃない。待って、本当に怖い。でも口紅塗ってて。うん、ね、そこに違う。なんか見なくていい、そういう、なんかちゃんとしっかりと。あ、猫いるな、ここに。猫、嘘、ほんとだ。考察しなきゃ。でもそれアンパンマンだ、ほんとだよ。これ猫だよね。猫どれ？あ、俺の矢印見えてない、もしかして。あ、見えてない、見えてない。あ、見えてないんだ。うん。
この女の子のさ、うん、赤い女の子のすぐ左上の猫いるわ。本当だ、俺の猫よりちょっと下手だな。いや、どうかな。気持ち悪い女の絵だ。あーやだな、本当に。なんかさ、失礼なこと言うな、この主人公。まあまあ確かにそうだけど、不気味さがすごくない？確かにね。ね、不気味さが、そこドアとか絶対開けないでよ。ちょっとコインがあるから。コインはね、しっかりとね。で、これ何枚あるんだろう。子供サイズのワンピースだ。子供部屋だからね。ワンピースか。いや、もういいぞ、もっともっとそういう、そういう、あー、そろそろ取りに行く。そんな軽い感じじゃなかったけどな、ちょっと。なあベック。ちょっとさ、いや間違いなくここってもう出てるよね。何を？今の話してるところって単行本でも出てるよね。あ、出てると。もうさ、週刊誌派じゃん、うん、俺ら。そうだね、週刊誌派。どこまで話をしてか分かんなくなるね。不安になる、不安になる。単行本で出てるから大丈夫だよね。うん、ちょっと一応確認して。あ、一応確認しとくわ。一応ね。着せ替えできる人形のようだ。いや、怖い。はいはい。ちょっと雰囲気マジでやべ。うわ、だいぶ埃がかぶっている。埃かぶって。あ、薬だ。かなり強力そうな睡眠薬。あ、睡眠薬なんだ。飲んだことある？睡眠薬ない。ない？うん。あきょくんは？俺ないなあ。ああ。多分俺多分起きねえもん、もうね、飲んだら。もう僕も飲んだらもうダメだ。絶対無理だな。首吊りの絵。首吊り？女の子が猫をかばっている。あ、いい子、女の子。いい子だね。守ってんだ、なんかから。守ってるわ。家族と猫の首だけの絵。怖っ。いやでも別に、まあ顔だけの絵だったらね、全然全然あるっていうか、首のところなんか赤いけど、首だけなのかな。ああ、あとは棚。うおー、来た。うわー、怖い。ママキシー。ママなし。ママなし。ママ嫌いか。ママ嫌いか。ママ嫌い。ママ嫌い。ママ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 キキキキキキララララララ。縦読みちゃうて。いいいいいい。横読み、横読み。ママ嫌い、ママ嫌い。うん、わかったわかった。ママ嫌い、ママ嫌い。うん、いやいや、読まなくて読まなくて。右の絵も怖。なんか。ね。ね、吸い込みそうな口。あ、ほんとだ。ね。絵日記、絵日記。絵日記。でもこういうのってちゃんとなんかいいよね、ホラー感が出てて。いや、もうホラー感しかないよ。ピピ1個じゃあヒント出しとくね。うん。だいたいこういうなんか見た直後とかって、うん。ドゥンって来やすいから。わかった、注意しとく。じゃあドゥンって言うわ、僕、ね、僕が。縫い目のある妙に重たいぬいぐるみだ。ドゥン。あー、来ない。怖い。あー！赤ちゃんだ、かわいい。怖っ。いや、いい、もうそれあんま構わなくていいって。ああ、まあいいって。あ、ちょっとビビに似てんの。注意、一回やっていい？うん。え、なんか低くなってる。低くなってる。で、怖い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 。ちょっとそれ怖い。あ、もう何も言わない。やだ、次、ドゥン、ドゥン。で、来るよ。ドゥン。来ないんかい。あ、こいつ何したもう、高橋名人ちょっと。違う打ったじゃん、今。違う打ったね。待って、怖っ。ドゥン来るわ。即リビングの方から。あー、怖い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 。リビング行ったー。リビング。ゲーとある。いい、いい、いい。グググじゃなくて。カチッとつけまして。飼っていた猫だろうか。ああ、ニャンコだいぶアップで撮ってんの。しかも黒の猫だ。ね、黒猫って言ったら何を浮かべる？でも、いやいやいや、いい。もう次行こう、次行こう。これは？なんか取れそうで取れないな。あ、来た！あー、で取れない。いやー、あ、ごめんなさい！誰かいる、誰かいる。かわいそう、かわいそう、本当にかわいそう。え？え？あの子は？あの子は変わってしまった。あ、私の知っている娘ではない。怖い、ドゥン。どこへ行ってしまったの？本当のあの子は。え、違う子になったってこと？何かに呪われたんじゃない？あー、なるほど。あー、来るよ。はい。え、来ないんかい。あー、ね、やばいやばい、拒否。いや、もう拒否れないのよ。なんで割れんねん。確かに。なんで割れたの治ってんねん。二台持ちだろ。どう考えても。そうかそうかそうか。え、待って、本当に怖いんだ。本当に怖いんだ。うん。じゃあ応答するよ。いいよ、いいよ。ってかもうそれしかねえもんだって。でもショートメッセージにしてくんねえかな。本当にそうしてほしい。ってか羊じゃー。し、羊、し、
おう、うわー、わかんない。あ、こわっ、え、来るな、来ない、言ってる。なんて今聞こえなかった。待って、何、あ、なんて言った今。そこを動くな、キザル。言ってない、言ってない。言ってた。ベックじゃないて。おーっとっ と, っと、ベンベックマン。キザル言って。違う違う。ちょ、気づいたこと言っていい？え、気づいたこと？気づいたこと言っていい？はい。11日にバツついてない。ほんとだ！最初さ、4月11日、手紙来てたよね。あれ絶対関係あるって。あ、ほら。印がついている。4月11日が。めっちゃ嫌いなのかな？違うと思う。違う、絶対なんかの日なんだって。4月11日が。うん、絶対なんかの日。娘が変わってしまった日とか。あー。あ、じゃあ、あの手が、最初の手紙がさ、4月11日だったじゃん。はい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 。だから、あれが関係あるってことだよね。そういうことだね。あの手紙がなんか、とてつもなく手紙持ってこなかったのか。あー。手紙持ってきてねえんだな。持ってきてないね。てか、電池まだないね。あー、金庫だ。え、すぐこ、あ、あと6コイン買えばいいのか。わかったわかったわかった、これ0411だ。単純すぎる。0411 11? それは単純すぎるわ。あ、違うか。あ、もう開かねえもん。あ、でもトークって押さないとダメじゃない。あ、いやいや、これコインじゃない。そっか。 PPA、 はい、赤の数よ、ここ1。なるほど、あ、なるほど、そういうことか、1、そうですね。で、あー、待って、これ、これ、部屋って戻れねえんだよな。部屋って戻れねえからな。じゃあ、じゃあ1 0100 0100だわ。うん、01、クソ、これ数が増えるしかないのか。0100、わからない。違う違う、バカみたいなパスワード。それからじゃない、高橋名人の要領で壊すみたいな。連打でズズズズズズで壊す。パリーンっつって高橋名人無敵じゃん。キモいって。あ、誰、あ、イエーか。あ、でも、あ、あ、コインだ、コイン、はい、コインだ。シャワーの音、シャワーの音、お風呂場からだ。出るわけないって。あ、勝手に進んだ。怖わ、怖わ、やって、怖い怖い怖い、うわ、バスルーム、バスルーム、バスルーム、怖い怖い、絶対ダメ。今いた。嘘、ローがいた。ほんとね、僕今マジで細めだし透明で見てるから。お風呂場に入ってったローがいたよ。ローが、バスルーム、しょもな。めちゃくちゃしょもれ。麦わらや。バスルーム。ちょっとかっこ悪い。あれやめてよ、ロー。うるせえぞ、実況や。いいな、いいローだな、ちょっと。実況や。実況や。あ、来た。あ、で、あ、強力酸性洗剤。あ、はいはいはい、洗う。なんかここ使えんのか。あ、でも家になんか、家に酸性洗剤しないでしょ。家見れそうじゃない。分解、分解だ。あ、分解したわ。え、あ、なんだっけこれ。え、でもなんかマス目おかしくね。マス目、あれではないね、9まで入るやつじゃないよね。クロスワード的な、全部足したらみたいなさ、ね、あれではないね。え、これ解いたところでどうなん。でも確かにまだだよね、これ多分。まだっぽいね。まだっぽいよね。組み合わせるかもね、合体でドンみたいな。じゃあ開けるよ。あー、おー、なんもないんかい。うわ、待って、水黒い、水黒い、あー、水黒い。本当、え、シャワー止まった。え、なんで。え、キョウ君。はい。あ、いたいたいた。止めたんだよ。あ、止めたんかい。うん、そっか。水は出ない。なんで、さっきまで出てましたやんけ。髪の毛が入ってる。こわ、こわ、こわ。長い髪の毛がびっしりこびりついている。やだ、やだ。チン毛かな。違うよ、髪の毛つっただろ。どんだけ投げんだよ。おいおいおい、失礼だな。おい、何に対して失礼だ。おい、チンゲが長いで悩んでる人に失礼だな。すいませんでした、すいませんでした、完全に失礼。すいませんでした、そうか、すいませんでした。絶対いるんだから、チンゲが長いで悩んでる人。すいませんでした、うわ、すいませんでした。俺のチンゲって髪の毛ぐらい長いんだよね、どうしようって悩んでる人が絶対今ここ見て後悔してるよ。それ別に切ればよくね。うわって。それ切っても切っても伸びるじゃん。まあ、そう、発売率ね、
まあ、いつか別に、いや、まあ、いいって、この話別に。失礼。いや、今結構失礼だなって思ったね。すいませんでした。反省します。なんか、チンゲを下に見てる。見てない。お前の中でのケランキング、チンゲ結構下になってる。別に見てないってなんだ。何ケラがーケランキング下。ケランキングって何ちょっと。覗いた代償だって。ご、あれがいいな、五感がいいな。ケランキング。ケランキング、代償下。一番ワーストぐらいに入ってんじゃん、チンゲが。いや、違う。どうせ知ってるワースト2で脇毛でしょ。絶対そうじゃん。毛にランキングつけてないから。嘘だ、つけてない、つけてない。あお毛にランキングつけてないやつの発言じゃないね、じゃあ。毛にランキングつけてないよ、別に。何毛にランキングつけるって。毛ランキング。ネズミが出てきそうだ。なんかドロドロの液体が溜まっている。なんの。ドロドロ。なんの。はい、お前ふざけてる。はい、やってます。これ演技です今までの全部。ちょっとなるべくね明るく言おうと思ってね。今更ピスタチオやってくるやついねえもん絶対。あ、怖い。ドロッドロ。なんか声が聞こえるんだよな。やだもう。でも多分。ああ。これやってったら進むんだろうね。待って分かったかも。お前の分かったかも全部分かってねえの今のところ。分かった。あのせちょっとアイテム出して。いいよ。で洗剤を洗剤と猫合成。ほら。いやいや部だろ。あ部か。うん。あじゃあいいや。お前今まで部が正解だと思って生きてた。怖っ。部が正解だと思って生きてきた人。違ったんだ。分かったこれだ。え？これで数独の紙をぐっちゃぐちゃにすんだ。そんなわけないな。しかもブーなんなかった。あこれだ。いや絶対違うって。電池だろそれは。どう考えても多分表面になんかついてて電池で汚れてて。でも電池ないよ。そう電池ないんだ。はぁ何いるんだ。確かに。あマジで。あ心臓に良くない。本当。あー怖っ。いやそれ本当に怖いわー。わーここも溜まっちゃって掃除がね、こういうのって大変なんだよね。本当に大変。あー詰まった髪の毛の奥に何かが見える。いや見なくていい。ちょっと本当薄めでなんか棒が必要なのかなこういうのって。あ分かった。酸性洗剤だ。それで髪を出して奥だ。あーそういうことね。そうだ。うわあここにね。あー綺麗じゃん。溶けたー。でもこっちには使わないんだね。確かに本当だ。すみません。なに電池だ。どこで使うんだよ。てか絶対電池切れてるだろそれも。こんなあれでしょ。あれしかないで。見たり来たりしやがって。あれだって懐中電灯なわけないだろ。いや絶対そうだって。何言ってんだお前。いや絶対そうだって。電池切れだもん。鏡、うん、うわ本当はいるやん。顔映ってる。ちょっと僕本当に今回画面あんま見れてね。本当にへっぴり腰の上に画面から遠い。来るぞ来てる。やめて。あー怖い。玄関。お前襲われてんのか。あ敵襲に合ってるじゃん。来るぞそれだ。これ僕怒られないかな。なんか何怒られない。なんかあのうるさくて集中できませんでしたみたいな。怒られない怒られない大丈夫。もうあーうわ怒られる。いやでも線が繋がってないのに。なんで？何？電話鳴ってない？え、嘘。え、電話鳴ってるよだって。本当だ。いや、よかった、僕あ、電気つけなきゃ。電気つけるから。いや、出なくてよくね？いや、でも出ないとな、進まねえからな。ちょっと、ほんと。出ません。僕は出まーす！もすもさ？繋がってないんかい。おうほう。あー、で、かかってないよ、キューが。あ、そうなん？手汗やっば。あ、最近そっち系がさ、流行ってんだね。そっち系が気になってくるわ、それ。意外。なに、いい。誰と話してんの、キヨ君。あ、繋がってねえや。怖っ。なんか一個増えてない、右上。あ、ほんとだ。え？なにこれ？あ、それはあれなんだ。図地ね。地図ね。ちょっとさ、電池入れよ、電池。ハンハンって。あーそれチーズね。結構似てるね、キヨ君。似てるでしょ。すげえ。やってみて。ハンハン。なんかちょっと元気だな。いいお前のチーズちょっと元気だな。元気なチーズいいじゃん。ちょっと電池入れないの。電池ランタン。なんつった今。これコナン君がチーズになった時ね。ランタン。
いい、そんな状況ないから。何コナンくんが地図になるって。あ、電池ね。あ、でさ、これ赤数えとこうよ。確かに。ね、これ赤はさ、2なのか3なのか、あっちと合わせて。じゃあ玄関赤2ってメモっとくわ。はい、玄関赤2。え、あ、うん、どういうこと？玄関赤2なんだ。え、なんで玄関の赤2は2だよね。靴と？靴と、このカレンダー。あー、これも赤か。そっかそっか。多分ね。確かに、そらー、それ以外白黒って考えると、そうだね。一応メモっとくわ。で、うん、よいしょ。え、違うだろ、どう考えても。あー動かんて、それは。隣、それ。あ、それだ。おー、よし。懐中電灯別に、秘密道具でもなんでもないから。めちゃくちゃ普通の道具。え、それ使ったらどうなるんだろう、怖っ、ね。あ、でも奥の部屋に行けるなんじゃない、それで。電池で明るくなって。君ドラえもん僕ドラえもんね。いいからもうそういう。じゃあお前誰なんだってね。確かに怖っ。くだらないって怖い怖いよ、うわー、ジョンベ。便所ね。便所。うわー、なんかそのさ、懐中電灯の視点、あ、絶対出てくるわ、そっからドーンって。奥見て。え、ほんとだ、覗いてる。ね、え、記憶に。いや、俺じゃねえだろ。どこで止めてんだ、俺のわけないだろ。キュウ君じゃない。キュウ君の顔に、まあ、ちょっと似てるけど。ちょっと似てない、うん、あのよく使う写真に似てるけど。うっすらキュウ君。こいつめっちゃでけえな。ね、確かに、ほんとだ。キュウ君じゃん。そこで激しい雨が降っている。外ね。え、そこって書いてた今。あー、ほら、なんか虫飛んでるわ。あ、ハサミある。うわ、ほんとだ、いらんハサミ。普通の道具だから。秘密じゃない道具。これいや、ビビ、はい、何ですか。こいつドラえもんじゃないから。あ、だから誰なんだよ、だから。君ドラえもんって言ってるから。こいつはドラえもんじゃないから。こう話しかけてる相手がドラえもん。ちー怖いドラえもんが言わないセリフ。ちー絶対に言わない。頑丈な、おー、格子だ。ハム太郎。電池くんか、なんだっけそれ。格子くん。あ、格子くんってなんだっけ。友達、ハム太郎の。あ、ハム太郎、そっか。ハム太郎さん、僕大丈夫です。まだ耐えれます。頑丈な格子くん。何されてんの。ちょっとかわいそうだから。何されてんの。ボコ。かわいそう。大丈夫です。頑丈だな。何これ。鍵穴、ドアノブがなくなって開かない。え、閉じ込められてんじゃん。いっぱい来るな、ここも人。うん、ひっかき傷。あ、これ電気ついてんの。これで普通についてんね。あ、これでついたんだ。電池がもったいない。あー、流れた。流します。流れるんかい。うわー、待って、なん、どっちで流したんだろう、これ。何でしょうか。あ、それ気にならんよ、全然。ヘドロのような黒いものが沈んでいる。何気に。太いロープがぶら下がっている。あ、待って、キヨ君は消えた。消えたね、うん、っていうことはよ、来る。どこに行ったんだって話よね。怖い。髪はついてない。あー、フィルムケース。フィルムケースがついてる。え、あー、フィルムケース。いや、違うでしょ。え、違うな。違う。フィルムケース、違うな。何に使うんだ。分解。あ、でもカメラだ、普通に。そっか、どっかでカメラがあるってこと。カメラがあるんだ。やだわ、それ写真見てドンみたいな。でもなんか小学校の頃、フィルムケースにさ、スライムとかなんか入れる、なんかなかった。入れてた。あったよね。懐かしい。あったよね。あった、やってた。懐かしい。あったよね。あった、確かにあった。流しまくる一回。あ、なるほど、いいアイデア。だってね、協力酸性剤もうないもんね。そうだね。どんだけ使ったんだよ。分解使う。怖ー。暗くして。いやー、なんで暗くしたので、懐中電灯使って。いや、別に普通に明るいままで。懐中電灯使うことによって。むずそうか。うわー、キング。あー、か、金具。何キングって。あへへ、ハエだぞ。なんでこいつレンズ越しなんだ。ほんとだ。え、ってことはカメラ持ってんのか、こいつも。あ、そうかもしんない。じゃあつけたら消えんだな。はい。あー、そういうことね。ドアノブはどこへ。どっかに、どっかにあるってことか。じゃあなんかこれとこれで合成。来た、ドアノブ。おお、フィルムケース改造版。すげえ、これが金具だ。金具でドアノブだ。すげえや。あ、これか。2回。ああ、自分でできる。ああ、来た。怖い。
ドアノブ！ドアノブ、わあ！で、ここで部屋が繋がったってことか。ただいま、ただいま。あー。で、マップは？マップ。あー、トイレが今まっすぐのところね。あー、はい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 、はい。で、あそこ手前が風呂場。はいはいはい。今ちなみに赤いのってなかったよね。血しかなかったから数えにくいもんね。そうだね。そうだね。あ、じゃああとは2階、2階にもトイレあるわ。2階あった？あったあったあった。これ緑？これ緑。あ、待って。そうだ、なんか髪ない？そもそも。あ、これじゃね？え、何それ何それ今のなんか多分、うん、あれよ、さっきの紙と照らし合わせれるわ。あー、ここに、うん、今ね、うん、下には床にあった手紙に紙に、うん、はいはいはい、赤緑青とかの印がついてたから、うん、あー、なるほど、そういうことか。解くところに数字が理解理解。え、なんか外天気悪くなって、ね、紙を持ってかれたんだよな。え、誰に、うわー、紙返してよ。あー、まあ、猫ですから。いや、猫も怖いって。猫ですから、いい、いい、残念じゃなくて残念じゃないよ。先輩ですから何それ何これ、残念。え、何それ何それ、分かんない、何それ。3年生って意味ね。分かんない。先輩が生きてる、2年生に対して調子乗ってる時、ね、調子乗ってる時に言うのね。あ、え、なんかだんだん天気悪くなってない？ね、僕的に。あ、あとはこれなんか持ってかれたんだよな。あ、あった。うわー、ぜ、色付きのシート。あー、ここに数字を当てはめるってことね。はいはい、バーン出るよ。どう来るよ、ビビ。はい、オッケーオッケー、準備できた、準備できた、オッケー、いきます。はい、うっ、来ります。はい、来るよ。あ、はい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 、はー、待って、やめろ、待って、待って、待って、来た来た、おばあちゃん、おー、どうどうばあちゃん。今のがかの有名な堂々ばあちゃんだ。何、堂々ばあちゃんって。はぁー、おー、堂々女。なん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 、何堂々って、堂々、堂々と出てくる女。あ、堂々とね、堂々、その堂々ね、堂々、なんか北海道の堂かと思った。私ワンピース好きなんだよね。王道女王道の漫画が好きいい、さっきのミオを手に入れたやつそれはいいから、それは本当にいいから、これとこれを、うん、合わせて、で、もう一回見よう。もうこの状態でしか、寸読だ、寸読 だ、 寸読だ。そうね、使う、見れないからこの状態で解くしかない。あ、これで解くんだ。さあ、頑張って PP お得意の数読タイム。数読ってなんだっけ。1列に1から6までが入るんだね、うん、この数読は。あー、はい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 。だから、うん、緑のさ、エリアってさ、うん、6個あるじゃん、うん、そうだね。その左上1入っちゃうとさ、縦に1、2個いない。あー、もう左上ってそこか。ごめんごめんあの緑のやつの左上で考えてたわ。あ、そう、緑のエリアね、エリアね。あ、そうそうそう、ね、そこの左は6だ。意思疎通できない男たちそこ6でやってると意思疎通不可のおじさんやめろ黄色5だ、そうなると。黄色5だね、黄色5だ、黄色5、うん、で、その隣2か、そうなるとあ、そうだ、黄色5だから、そうだね、2で、うん、で、3、4、あ、え、3、3、5だから、青が3だ、青が3だね、青が3だ、はいはい、青が3、で、上が5だから、赤が2だ、青が3だから、青の3の上5だから、2か、赤2だ、赤2、 それで OK だ、オッケー、これだっけ急に、急にちゃんと数読ちゃんとして、あー、戻った、やだ、戻ってきちゃった、数読、数読したい、僕、あれ、帰れない、数読を実況プレイしよう。ハサミ、割れた陣球、天井の道、結構あるね、結構あるね。ハサミの使い道って何なんだ。でも、このエリアとは限らないのでは。そういうこと。うん、これもう懐中電灯使うんだよ、多分。はい、わー、おなじみの、やだわー、あ、開くんか、そこそこ開くんだー。ある、なんこれ、あ、これ、あ、違うか、思ったより狭い押し入れだ。うん、あ、なんか赤いな、怖わ、でもなんかできるわけでもないのか、押し入れでは。怖い怖い、本当に怖いわ、これ。なんか板が奥にあるけど、板、本当だ、板、あおおお、かなり天気が荒れてきた。あ、でも荒れてきたって言ってるわ。いや、本当にそうだよ、絶対に。あ、絵変わってる。嘘、本当、どうしてどうしてになってる、なんでやねん。どうしてどうして、どうしてよ、どうして、いや、怖っ、閉じた瞬間バーンよ。どうして、カタカナで急に書いてんな。本当だ。あ、包丁刺してる。本当だ、え、嘘、本当だ、え、本当だ、ここ包丁じゃない。本当、包丁だ。え、包丁でしょ。包丁ね、なんか生ってね、包丁、
包丁ってそれなんか違うよ。包丁ね。え？あ、これ北海道だ。北海道、北海道。あ、これたまにあんだよな。包丁？この流れ。うん。包丁だよ、包丁。幼稚園だよね。幼稚園だよ。あ、やっぱり。あ、幼稚園。分かってた、分かってた、今のは。分かってた。俺も分かってたから今。じゃあ全部そうなの？うん、上が高い。コーヒー。嘘？うん。コーヒー。ピーピー。え、それピーピー。あーそうだ、ピーピーって言ってるもんね。ピーピーそれさ、全然北海道弁で、ああ北海道で言うこともないじゃん。どうして、怖い、何かが、何かが、あ、開いた、穴が、ほん、あ、ほんとだ、怖い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 、シャクス、穴が、腕が、腕が、違う、あ、なんでそんないろんなとこ刺す、シャクス、鼻が、怖いよ、やとい坊さん詰まってる、鼻が、え、なんで穴開けたんじゃ、確かに、うん、あーなんで穴開けたんだろうな。怖い怖い。なんか ここでアイテムは使えないんだよな。逆に主人公が怖いわ、そうなってくる。確かにね、こいつ何してんの暴れ放題じゃん。主人公がめちゃくちゃ怖い。あ、ここで戻れんの。あ、戻れんだ、戻れんだ、戻れんだ、戻れんかい。あ、じゃあいいね。なるほどなるほど、なるほどなるほど。あれで開けるわ。え、これで開けれるわなるほど、これだー、じゃあフリースペースって感じか。どこでリビングね。うん、はいはい、わ、はいはい、怖っ。じゃあ絶対そこやん、もう。で、ピピって、もう全部忘れた。おい！すべてを忘れた。お前、俺もメモってないぞ、数字は。あ、じゃあ分かった。赤に、はあ、緑、1。青、5。黄色、3。ちげえじゃねえかちょっと俺もやってみていい？うん。黄色、5。え、赤に、赤には覚えてる。緑に、あ、2か、緑、青、3かな。マジか、わあ、ほんとだ、シャー、記憶力が良い。え、マジすげえ、シャー、すげえすげえすげえ。え、ほんとはシャーでは怪しいぞ、怪しいぞ。メモってたな、メモってただろ、絶対に。びっくりした、絶対にメモってた、間違いない。一番びっくりした。そんなびっくりしてる、わざとらしいな。何です、あ、それ。ワンピース。何かのピース。食べない豚。あ、ほんとに、そうそう、それそれそれ。あー、なんで。一回戻ってみる？うん、怖いな。なんでそんな金庫にいる。うわぁ。うわぁ。怖い。飛べない豚どこ？そっか。飛べない豚。選択した上でのドンじゃない？そうね。ピース。使う。はいはい。わあ、違うんか。あ、違うんだな。じゃあどっかにはめんだ、ピースを。どっか、あ、そっか。うん、どっか、そっか。あ、エアワゼパズル。エアワゼパズル。へえ、楽しそう。ね、IQ テストみたいなね。ね、エアワゼパズル。ちょっと数読ももう一回したい。ついてね。わかった。はい。開かなかった棚あるよね。あれどうなった？うわ、開くー。ナイス。ナイス。うわ、出た。じゃあエアワゼパズルだ。エアワゼパズルドラえもんじゃない人ね。うん。ドラえもんではない人。ドラえもんではない。これ、あれだよ、ずらしてから最後刺すんだ。じゃあ、ちょっと最後の場所だけ覚えとこう。あ、それとこれが一緒なんだ。あ、そうだそうだ。絶対にそうだ。じゃあ、ちょっともう頭でちゃんと覚えるしかないな、これは。うん。おい、パシャッつったぞ、今。おい。口でね。これ、再現度すご。スライドしようよ、スライド。これ、もつ。空いてる布の上を押して。こう。で、その左を押して。で、さらに左。で、そうそうそう。で、下。頭いい！よし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 すげえ！オッケー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 。めちゃくちゃすげえじゃん！オッケー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 。あ、来た！来た来た！中できた！来た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 ！ただ PP がすごかったっていうところがあったんだけど。楽しかった。カットしてんのかい！カットしたんかい今の。嘘すごい頑張ったのカットされてる。俺が純粋に、うん、え、すげーって言ったところも、全部カットしようかな。全部カットしてる。悲しい。悲しい。全部。いや、怖い時間始まっちゃった。ごめんよー。あ、入った。豚だ。でも、お、開くんだ、すげー。その仕組み。何が待ってんの？え、来た。うわ、怖っ。祖母が亡くなった。怖っ。たくさんのぬいぐるみを娘にプレゼントしてくれた祖母に、娘は涙一つ見せない。
祖母は娘にひどく怯えていた。え？恐怖の眼差しを向けていた。鉄のバールがなぜ屋根から落ちてきたのか。怖っ。わからない。え、怖い怖い怖い。それ出るわ、バーンだわ。来るね。うん、来るね。あ、うわー、怖い。お、どっかで何かが割れる音。やだ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 。そばがなくなった。いや、いいよ、もう一回読まなくていいよ。もう分かったから。バールね。メニーメニー頑張れ。ぬいぐるみずイズ、イズ娘プレゼンツ。ちょっとずくるが、あ、来ないか。娘プレゼンツ。メニメニぬいぐるみずイズ娘プレゼンツ。でもなんか今音鳴ったよね。鳴った。上で鳴ったっぽくない？そうだね、2階なのかな。やだな。パリンつってたもんな。やだな、やだな、窓。え？でも、あ、窓が割れた音じゃねえのか？違う部屋かな。あー、割れたもん。こっち行けないもんな、左の部屋は。怖っ、ほんとに。レイミン！はい。なに？なになに？何か怪しいのある？この紙あったよね。あったあったあった、ちょっと待って。うん。あ、あった。え、なになに？あの子は変わってしまった。え、これ読んだ？あ、これ読んだ。読んだ。びっくりした。あ、待って、ここ一応見といて。あ、ないんだな。ない。え、ないということはない。風呂場。風呂場。あ、怖い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 。割れてる。割れてる。やだやだやだ。待って、怖い、本当にやだ。でもな、割れてるからな。やだ、なんかあるわ。電球だ。ラッキー。ラッキーだ、本当に。青い電球。ああ、出た、ドンキーコング。敵出てきた。出ちゃった、ドンキーが。これラッキーだね。戻りません。ラッキー。そのラッキー、それもラッキー。妖怪ウォッチの振り付けしたんだろうな。何それ。ラッキー池田。ラッキー池田。あ、そうだそうだそうだ、それキヨ君に習った。俺そんなしょうもないこと教えてんの。キヨ君習った、ラッキー池田。電球ここでつけんじゃねえのか。違うんだ、電球どこでつけんだろう。ね、壊れていて。でもあれかな、懐中でアーンとで照らしては。でも使えないもんね。そうだよね、アイテム併用ができないんだよな。じゃあどうするの。あとは色のついた紙。あ、それやったもんね、さっき。それもやったよね、やったやった。でもコインは6個あるわけだろ。ここまで来たらさ、ねえ、ここまで来たらあれじゃん、コインはちょっとね、うん、使わずにねって思うじゃん。そうかな。で、ちょっと移動するか。うん、トイレ。はい。秒速でヒント使いたくなるからな。ダメダメダメ。なんか変わった？あ、なんか右の壁、ここへのへのもげじみたいになってない。なってないなってないなってない。ここなってないなってない。嘘、顔になってない。眉毛眉毛目目鼻口。いや、なんかでもうっすら言われてみるとそうな気がしてくる。ね、血でなってる。本当だ、へのへのもげじじゃん。しょうもな。マジでしょうもない。あ、てかさ、ロープって意味あんの。ないっしょ、これ取れないもん。そっか、強そうなロープ。うん、あー、うわ、こわ。亀太郎さん、まだ耐えれます。まだ耐えてる。まだ頑丈な講師。え、風呂場はもうないんじゃない。ないか。いや、こわ、ここほんと。バスルーム、ここ一番あれだわ。色はいいよ、割れた鏡。うん、あ、見てないか。でも見てない、怖いよ。あ、鏡が外れるって。何で外すんだ。気合い、いないわけないだろ。電球が割れていて。うわぁ、なに、なんか鳴ったよ今。何の音だ、ネズミか。ネズミか。今、アイテムしか選択してない。今アイテムは選択してないね。あ、あ、なんか使った。あ、電球で使ったんだ。あ、電球使ったんだ今。じゃあもう、あ、上に向けてなかったからか。はい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 。で、これついちゃうね、青い。あー、ついた。怖い、ブルーライト。やばいやばい、ブルーライト。目にはいい。いや、よくないのか。よくないかも。ブルーライトカット。この僕のメガネブルーライトカットだから。え、安心だ。あの6倍ぐらい目がちっちゃくなるやつ。メガネが度がきつすぎて外した時に6倍の目が出てくる。怖っ。めちゃくちゃでかいじゃん僕の目。斜めから見たら別人の目してるやつ。怖っ。メガネ一番面白い。怖い、あの顔が屈折しちゃうから。度がきつすぎて。
そうだ、顔がくっついて、顔が斜めから見ると顔がグニャンってなっちゃうから、本当に一回見てほしいわ確かに見てほしい一回見てほしい、斜めから見た僕怖っ。ここがね、押し入れじゃね、違うかな。この紐結構長めだな、なんかボクシングごっこするにはな。縫い目のある妙に重たい、これハサミだ。うわそうだ、ほんとだわ、中から何が出てくるでしょうってなやつだ。うわー、何が出てくるの、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、トゥルルルンじゃなくて恋の話、恋バナパート2じゃなくてマッチャーキーマッチャーキーじゃない小坂井さんだった、小坂井さんあ、バールってことはドン来る、ドン来る鉄壁の、でもそれバールさ絶対あそこで使うよね、鏡で絶対そうだね、うん、うわーバールだこれが使います。 おばあちゃんに絶対さあれだよね、これ何、え、娘が おばあちゃんにのやつだよね、うん、あそうだね、そうだね、そうだ ね、そうだよね、なぜ降ってきたんだろうって言ってたね、わっ、ほら、ドゥー、いや、バーン、来るな、スリー、5だ、絶対5、ジャンゴー懐かしい、1個多かったな、あ、え、何、ワン、ツー、ジャンゴじゃない、あ、確かに、ほんと、ほんと、1個多いじゃん、気づかない、全員、俺、本人じゃないやつら出てくんだよな、久しぶりすぎて、久しぶりすぎて、ジャンゴ覚えてなかった、ニアマンブラザーズ、懐かしい、出たー、はい、これってなんか解き方あるんだよね、確か。解き方あると思う、順番あると思う、これ BB に任せよっかな、じゃあちょっと待ってね、適当にやってしまうと終わるから、違うな、あ、でも僕ね、で、あ、来たか、今来た、真ん中押して、あ、違う、戻して、あ、真ん中、あ、えと、あ、もう戻んねえか、一回これ閉じたら戻んの、戻った、あ、来た、あ、あ、いける、今、ちょっと今の1個押してみて、どれ押した、これかな、あ、で、左下、右下、え、無理じゃね、無理だったわ、すいません、おーあ、いける、あ、あ、っていう人になってる、あ、あちょっとさ、真ん中の上押したらどうなる、で、右の真ん中押したらどうなる、あー、残念残念、こちゃん残念、お、来た、来たー、うおー、ナイスー、何これ、やっぱりね、俺なのよ、解くのはまあ、確かにそうだったけど、うわー、え、娘を殺した、うん、娘の部屋の押し入れの上に死体を隠した、うわ、怖っ、それが失態だった、死体だけに、うわ、へへ言ってないか、言ってないか、娘は悪魔、え、祖母を殺したのは娘、うん、次は私が殺される番だった、え、私は、え、悪くない、じゃあこれお母さんってことだよね、これはお母さんだね、うわー、マジ、ちょっとだから押し入れの上に娘がいるんだ、そういうことになる、そういうことだよね、うん、でもその娘は悪魔なんだって、まあ言ってるけど、手形がある、言ってるけど、閉じるよ、あ、怖い、どーん、来るからね、はい、どーん、どーん、絶対来るよ、絶対来る、絶対来る、あー、いや、嘘でしょ、絶対来るって言ったんだよ、怖いって、来るって分かってても怖いもんは怖い、あ、そうなんだ、変わってんね、変わってない、全然変わ、記憶んだよ、どっちかっていうと変わってんのということは、うん、これは、うん、いきます、まだ気になってること言っていい、はい、あのさ、はい、登場人物さ、基本的にあの玄関にあった写真の人たちじゃん、はい、でもまだお父さん出てきてなくね、あれ、もう見えなくなっちゃってる、見えなくなっちゃってるお父さんとおじいちゃん出てきてないのか、お父さんおじいちゃんは、うん、旅行行ってんじゃない、旅行にのんきだなめちゃくちゃのんき、家大変なことになってるぞ多分これ家にまだ帰ってきてないのよ、旅行行って、うん、しかもおじいちゃんとお父さんの2人旅行なの独特な旅行結構な独特なで、多分30年ぐらい、うん、35年ぐらいか、あ、まだ多分旅行中なのよ、ね、今、まあ、めちゃくちゃ旅行出て行ってんじゃん、もはやもはや分かんないじゃん、まあ分かんない、ただいまーって言って、ね、うん、何この家ーってそれはびっくりする、待って、これ今動き回ってるのがお父さん、いやでも血つなげないから、おじいちゃんとお父さん行ったり来たりして二人で、二人でかわいいな、血だ、うわー、お便り、お便り、何これ、古いお札が貼ってある、
血が屋根裏に続いてる。いやいいいい、いかんでいい、いかんでいい。あー食べとるぞ。普通に怖い、普通に怖い、普通に普通に普通じゃないやつって何。普通超怖い。あ、髪は、あ、うわー やだん。なんていうか、許さない許さない、やだ、ちょっと本当に許さない許さない許さない、ドラゲない、フルセカオワの流行ってたドラゲない、ドラゴナイト書いてる、書かないから、こんなぐちゃぐちゃって。お金、ね、お金の袋は何の、目ん玉目ん玉、本当に怖えや、気持ち悪い女の顔の絵だ。それ強調したな。何を使うんだろうね、ここね。えでもなんか上に行こうよっていう話だよね。あ、行けた、えー、行けんのかい、行けた行けた、これ入る範囲だ、行けるんかい、屋根裏部屋、怖っ、ちょっと本当に新しい場所、怖っ、ちょっと待って、本当に髪の毛のようなものが柱に絡みついている、怖っ、やゆっくり見ていくよ、やだやだやだ、これはブラッシュ、こわっ、バーン来るぞ、バーン、これ、まあこれだよな、やめてやめて、わ、こ大きいゴミ袋だ、うわちょっと怖い、本当に怖い、これが言ってたやつかな、やだやだ、大きいゴミ袋だ、さっきも見て、さっきも見て、ちうわー、なに、やだ、ネズミが死んでいる、やだ、こわ、マジで怖え、子供部屋にあった母親の似顔絵に、やだ、似ている、やだ、消えた、やだ、怖い怖い、何かが怖い、近づいてる、やだ、本当に怖い、本当に怖い、心臓の音、やめて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 、3、2、1、なに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 、あー、なんもない、なに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 、右を向いた瞬間、やめて、怖い、ピューなんもない、なんなの、キャー、なになに、なになに、ちょっとアイテム見よう、一回一回冷静に、いやこれ猫はな、怖っ、なんだ、お、ネズミの死体が消えている、ほんとだ、確かに、なんでなんでなんで、不思議、漆黒の闇だ、え、持ってきた、え、待って、来るよ、換算しようか、やだ、うん、して73、おお、長い長い長い早い、じゃあ右を見た瞬間、分かったから、あれなんかあるかも、でも本当に、え、ごめん、ピャー、ちょっと本当に怖いや、どこで使う、いやもう分かりきってんじゃん、合体、猫のぬいぐるみ、テイ、体ああ分解、合体だろ、どう考えてもああできちゃった、できました、ね、猫のぬいぐるみだ、黒い、ああ、なんでどこで使うこれ、確かにどこ、これがもしかしてさ、うん、呪いの原因だったり、うわー、やだやだやだ、本当に、あとは何をするかだな、ここ、ここ、なんか使えんのか、ここ、使えた、うわー、あー、これもうラストだな、待って、これ本当に無理かもしれん、ちょっと、ごめん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 、わー、あー、なに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 、顔引き下がれた、うわー、死んじゃった、うそー、あ、頭から、違う、なんでや、眠い、え、寝た、こわ、殺された、こわ、ちょっと、俺に似てる、似てる、あー、これは別の作品です、登場する名称、人物、場所、出来事は全て作者の想像力のものまであり架空のものです、すっげー想像力すごいです、すごいね、類似性もしくは完全に偶然の一致、もし今後あなたの身に恐ろしいことが起きても我々は一切責任を取りません、このゲームをプレイしてからやると心で感謝します、ムッサー、ムッサー、ありがとう、ムッサー、ありがとうございます、ヒロジャパン、ヒロジャパンさん、クマさん、父さんなのかな、ネッコさん、ありがとう、恐怖は伝染する、待って、本当に怖い、いつもあなたを見ている、イベント達成率 52%、 どういうこと、そう、まあ驚かし要素とかなのかな、ああ、来るよ、待って、来るね、油断してるでしょ、
絶対来る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 。ああ来ないわ。ああ来なかった。いや怖かったー。どうでした。いや一番怖かった。マジで怖かった。まあそうよね、トップの怖さがあったよね。これは本当に怖かったこれね。はい、僕のせいで、はい、もう見づらくてすみません本当に。いやでも PP みたいな人がいないと、うん、同じ感情でみんな見れないから怖くて。本当に、うん、本当に俺もちょっと今日は騒いじゃったな。全然余裕そうだったじゃん。いつも通りの騒ぎだったよ。全然いや本当に余裕なかったわ。ハム太郎さんまだかわいそう。感情な講師くん。かわいそう。ちなみにこれ、はい、続編もあるのでもう出てるんですよ続きが。どうしますか。やりますか。やりませんか。さあ、やー。